はい、どうも皆さん、こんにちは。はやだらです。ドラゴンクエストビルダーズ、アレフガルドを復活せよ。の3章、マイラガライア編をやっていこうと思います。マイラガライア地方、アレフガルドの北に位置する地域。かつては豊かな緑に包まれた町があった。やっていこう。あなたの世界を作っています。マイラ・ガライア。炎と氷に包まれた大地。おー、フレームがいるね。なんだ、トロル、ボストロル？さーて。ハヤドラが来ましたよ、と。うぃー。目が覚めましたか、ハヤドラ。その地は、マイラ。あなたが次に救うべき場所です。遥か昔、この地には美しい木々に覆われた活気あふれる町が存在していましたが、今では屈強な魔物たちに支配され、わずかに残された人々は戦火の中で絶望しています。さあ、あなたにはこれを渡しておきましょう。うわあ、やったるでよ。あそこに見える光り差す地を目指しなさい。そして新たな希望の旗を立てるのです。やったるでよ。あ、薬草。あ、エルが薬草くれてる。武器は大きい槌とコンボ。うん。砂の草切れ。うん。まあ、とりあえず、太い枝よな。太い枝なんてもう何個あってもいいんですから。粘土か。太い枝と、太い枝と、土だよ。一旦ね。なんだろう、こっち側にもなんかいろいろあるね。誰？私を殴ろうとしてる届き物。でかくない？このブラウニーでかくない？このブラウニーでかいね。痛いわね。シャオルシャイシャオルシャイ、ほら、毛皮を汚したまえ。まあ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 、土もゲットしとくか。どうせいる。何？僕を狙ってる届き物がまたいるな。はい。まあ、毛皮くれるなら全然いい。うん。80か。あ、ここら辺はもう土じゃないのか。オッケー、99。じゃあ行きますか。オッケー。あ、いいね。いいよ、これ。白い花びら。とりあえず、ここら辺の、なんか必要になりそうなやつは、持っていきたいね。一角うさぎ。ほうほう。刺すか。ヘイ！え、もう調合台あるじゃん。じゃあ薬も使う、作るんだな。暖かい光が溢れ出した。ハヤドラよ。その地に生きる人々は、メルキドとリムルダールにおけるあなたの働きで、わずかながら物を作る力を取り戻し、竜王軍と激しい戦いを繰り広げています。ああ、戦争中ってこと？しかし、圧倒的な魔物たちの力を前に、立ち上がった人間たちも今、敗北の危機にあります。さあ、ハヤドラ、
その地にも光に導かれた人々がやってくるでしょう。あなたの手で新たな町を作り、戦火に覆われたマイラの地を救うのです。すべては精霊の導きのままに。誰？お、アラクレだね。よ。おい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 。なんだよこの旗。なんだよこの光。でもって、お前は誰だ？人様のアジトで勝手に何やってやがる？何？ビルダーだと？ああ。ってことは、お前は、あの、伝説の。で、バカ野郎。一体何のことだよ、ビルダーって。お前な、ちょっと、得意げな顔で、わけわからねえこと言ってんじゃねえぞ。まったく、竜王軍の魔物に吹っ飛ばされて、やっとの思いでアジトに戻ってきてみたら、妙な旗は立ってるし、おかしな奴はいるし、一体全体、どうなってやがんだ。うわぁ、姉子、助けてください、姉子。姉子。ほらほら、お前は早く、どっかに消えな。もう、二度と話しかけていくんじゃねえぞ。ちなみに、俺の名前はガロンだ。いいか？もう絶対、話しかけるなよ。絶対、だぞ。おう、話しかけてほしいのか、ガロン。ガロン！うわぁ、なんだよ。もう絶対に、話しかけるなって言っただろ？なんだよ、お前。まさか。俺に気があるんじゃねえだろうな。へっ、だとしたら残念だったな。俺は筋肉のねえ奴には興味ねえんだ。それに、俺には姉子という心に決めた人がいるんだな。それを踏まえて、どうしても俺とお近づきになりたいってなら、一つ条件がある。まあまあまあ、気にはしてないけど、友達にはなりたいよね。あそこに湯気の立つ水場が見えんだろ？あれは魔物に殺されちま、魔物に壊されちまった温泉でな。温泉！いいね。あのぶっ壊れた温泉を修理してくれたら、まあ、立ちくれにはなってやってもいいぜ。おぉ、マブダチじゃん。マブダチだね、僕らも。温泉があるんだ。いいね。いいね、いいね。ん？ピコンってならねえな。お、ピコンってならねえぞ。はい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 。まあ、ピコンってならんが、まあ、こんな感じでいいんでしょうね。へい。あ、いいじゃない。あ、ここか？うえ、湯の部屋。効果なし。おい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 、ガロン。そんな、喜んじゃってさ。へい。うおー、おー、すげえ。温泉を修理してくれたんだな。心の距離を縮めるには、やっぱり温泉だ。裸でぶつかり合えば、友情を超えた感情が、友情だけでいいんだけどな。ん？なんだって？自分には物を作る力がある。ここに街を作って一緒に空の闇を晴らそう、だと？いや、何言ってんだ？物を作る力なんて誰だって持ってるっつーんだよ。うん。ルピスが言ってたもんね。この土地は物を作れますって。お前、今いくつだよ。そういう自分は特別だ、みたいな考え、ちょっと痛いぜ。ああ、中二病なことバレてしまった。とにかく、温泉の修理ありがとな。たった今から、お前は俺のダチだぜ。うえー、トイレだ。ありがとう。そういや、まだ聞いてなかったよな。お前、名前は何て言うんだ？ハヤドラっていうのか。いかにも筋肉のつかなそうな名前だな。はい。もうね、その名前のせいでお腹タプタプよ。
ところでお前、物を作れるって自分で言い回ってるってことは自信あんだよな。じゃあよ、姉子や仲間を失って身も心もボロボロの俺の願いを聞いてほしい。どうした？服か？頼む。お前が直してくれた温泉をもうちょっといい感じにグレードアップしてくれ。おう、いいよ。あ？何があったか知らないが、仲間が大変なのに温泉の心配か？だと。いやいや、まずね、まず身も心もね、綺麗になる。これよ。温泉は素晴らしい。うるせえ。すっとんきょうな顔して、ぐーの根も出ねえ、正論ぶっこいてんじゃねえ。とにかく、温泉に、払いを二つと、壁掛けタオルを三つ用意してくれ。あ？壁掛けタオルはどうするって？そんなのあれだ。ヨシナに考えてみてくれよ。ヨシナに。なんか、難しい言葉使うな。はい、ピコーン。はい、ピローン。しゃあ、じゃあ作りますか。作業台ありませんね。この謎の壺しかない。え、これ作業台なんだ。え、釣り竿あるけど。また釣るんですか、私。大倉庫が、マジでいる。木材8、壺1。赤い油。あれ、木材、ひらめいてない、まだ。ん？ロがあるな。石の剣、11。石の剣、一旦作って、作業台じゃない。あれだけ作るか。壁掛けタオルは作れるけど、洗いは作れない。紐がいるのね。紐がいる。まあ、収納箱一旦作っとくか。OK。梱包いらんな。しゃあ。あれ、木の作業台あるじゃん。切り株作業台。ちょっと、大きい土作っとくのありなんだよな。太い枝がやっぱ何本もいるな。んじゃあ、何がいるんだっけ？赤い油だっけ？覚えてない。紐か。紐か？赤い油。赤い油。一角。はいはい、二撃。はい。木材。何あの、謎の建物。ここら辺は特になんもないんかな。ベスがいるだけで。痛すぎた。赤い油、10個ぐらいあればいいかなって思ってる。OK。あれだな。そういや、ご飯が必要。肉を落としてくださいよ。そうね。ここになんかあるな。あ、花ね。花も結構大事。鎧の騎士が現れた。どうしてそんなこと言うの？
偉いけど。偉いけど。え？クス使えた？お肉！肉肉！お肉！夜のキスどこ？ところで。は？え？目に見えない。あいつか？ここは父さん。なるほど。ちょっとここ邪魔だな。オッケー、やるか、戦うか、鎧の騎士さんよ。この早泥に喧嘩を打ったこと、涙流して後悔してほしい。ヨネになるまでに倒したいけどね。はいはい。え、なんだって、鎧の騎士ってこんなんやったっけ。確かに確かにこんなんだった。シャラファイ、何これ、初めて傷薬を手に入れた。帰るか。肉、肉をよこせ。貴重な食料。ガロン君、ガロン君、ガロンだよな。ちょっとガロン君の名前ちゃんと覚えてあげよう。おい、ベッドがねえ、ベッドがねえぞ。やべ、作ろう。いっぱいある。とりあえずベッド。まずベッド。で、もうあいつ来ちゃうから、温泉でいいから、寝ようぜ。さて。よー、ガロン。ガロンだよな、名前。こいつは厳しいぜ。うん。完全に食べ物がやばい。紐か。紐と、うん。焚き火。なるほどね。鉄の作業台で焚き火作れないから、やばいんだ。おい、焚き火作れねえぞ。なるほどね。薬の葉。葉、まあ、あるじゃん。人間の通行禁止。はい。僕は人間じゃないで通ります。焚き火か。焚き火がないということは、この明かり系結構大事なんじゃないの。待って、一応取っとく。しゃあ、やべえ、お腹がやべえ。あれ、サボテンフルーツって食えだっけ？これ食えだっけ？アイテム。なるほどね。なんかしないと食えないのか。そんなことしてる場合ではなく、マジで、サボテンフルーツ。これは食える。これ食えるでしょ。オッケー。これめっちゃ食うよ。サボテンじゃなくて、サボテンフルーツの方ね。スライム。ちょっと青い油も結構いるのよね。紐ね。サソリ、スコーピオンやったっけ、なんだっけ、こいつ。吐いてー。なんだこいつ。なんだ、アルミラージか。肉。分厚い肉。生で食えないんだ。生で食えるって。
あれ何サボテンか。なんかすんげえでっかいのあるなと思ったら。青い油をよこせ。痛い。ちょっと2匹はきついな。これ何？北に7、東に33。マジ？マジ？そんな要素あんの？やべえ、死ぬかもしんねえ。さようなら、私。15か。きっちり。ガロン助けて。ガロンなんでこんなにさ、なんでこんなにさ、囲まれてるわけ？ねえ。ねえ。ねえねえねえ。よくないよね、そういうの。おいし、一体。はい。次。メタルの、どっちか。オッケー、二体目。はい。はい。はい。所詮は、サソリ。カバーになっても勝てないのですよ。え、何？覚えてないよ。北に7、東に33。おいおいおい。おいおいおい。7。7。1、2、3、4、5、6、7。33。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。おーい、12絶対忘れるって。12ね。オッケー。13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、3、4、5、6、7、8、9、30、1、2、3、ズバリここ。さてさて。釣りができそうなポイントがあるで、なに？ここに何があるってんだい？掘ればいい？とりあえず。なになになに？え？え、ここだよな。え、上？あ、でもなんか、弾かれてんな。どういうこと？地面から行くってこと？下から行くってこと？何時？下から行くとして、え、まんじ？そんなことある？掘ってみる？一旦。やばいって、暗くなってきた。そういえばよ、まだキメラの翼持ってないから、あんまりね、嫌なんですけどね。あれ？どこ？ここ。ちょ、上が見えない。ああ、ここだけど。なんか上でなんかやってるぞ。は？は？なんだ？なんだなんだ？まあまあまあ、とりあえず。え？おいおいおい。おいおいおい。降っ
かさが足りねえな。ふざけやがってよ。帰る。こんなとこ帰る。嫌になっちゃうわね。焚き火ないからな、どっかに。焚き火があればな、万事解決。なんじゃが。石もいるか。あー、いっぱいになっちゃった。ガロンさ、もしかして僕のベッドで寝てる説ない？あいつ、寝てるか？許せねえよ。つたね。あ、モテねえんです。私モテねえんでしたわ。起き上がってよ。やがらなったらやだ。はい、寝る。しゃ。これやばいね。本格的にやばい、マジで。うん。料理ができないっていうのが、やばすぎてやばい。やばすぎてやばい。本当にやばすぎてやばい。し、大きい筒作っとけばよかった。ホーリーホーリーホーリーシットだよ。てるてる。そうか、鉄の作業台。じゃあ、ダメなのか。木の作業台が欲しいのか。紐ね。こっち側ってなんだ？なんかあんのかな？なんか、悪魔の騎士が向こうにいるから、紐というツタゲットできんじゃん。うん。じゃあ、一回、依頼を達成しよう。じゃあ、スター。スターなんてね、いっぱい欲しいですからね。邪魔だな。ここの上には何かあるの？あ、何かあるぞ。あの、謎解きみたいなやつ。おい。まあ、ここのやつを破壊しよう。あっち側にもあるけど、一旦上見ようか。ハローハロー。何ここ？なんだここ？まあ、埋めてやったらいいのか。あ？何ここ？オッケーオッケー。オッケーオッケー。謎の場所がありましたよと。そういうことですね。はい。ここら辺の下全部借りるか。うん。で、あとは下のこれね。はい。はいはいはい。切り株作業台がさ、
なんか意味あんのかな。木の作業台が欲しいね。ヘイガロン、作ってやるからよ、今すぐに。課題と壁掛け倒るね。課題が2つ。壁掛けタオルが3つ。しゃあ、やばいな、部屋作らんとな。はい、マイラ温泉。住人が綺麗な服に着替える、いいじゃん。いや、うわーうわー、温泉をグレードアップしてくれたんだな。すげえじゃねえか、ハヤドラ。そんな筋肉のねえ体でよくやってくれたな。いいか、ハヤドラ、温泉っていうのはこのアジトのマイラのシンボルなんだ。姉子や仲間がここに帰ってきたとき、温泉がしっかりしてねえとみんな悲しむだろ。だからだよ。だから俺はわざわざお前に温泉の修理を。んな？ここで一体何があったのかだと？そもそもここはな、あの妙な旗が立つ前から俺たちが魔物と戦うアジトだったんだ。だが、お前が来る少し前、竜王軍の総攻撃になって、今じゃあこのざまさ。仲間たちはバラバラになって、姉子は魔物たちに捕まっちまって、たまたまこの近くに隠れてた俺は、お前と怪しい光を見て戻ってきたってわけさ。おい、おめえ戦ってねえな。みんなが頑張ってる時によ。とにかく、ハヤドラ、温泉をいい感じにしてくれてありがとな。俺は温泉に浸かって筋肉を揉みながら仲間の救出とマイラ復活計画を考える。筋肉のないお前は温泉に浸かりながらビルダーとしてボディ磨きでもしててくれ。オッケー。ボディービルダーだからな、ハヤドラは。ビルダーでありボディービルダーでもある。え、もう戦闘？早くない？まあいいでしょう。うわぁ、うわぁ、ハヤドラ、大変だ。大変だぜ。まあ、戦争中だから、戦闘が多くなるのかな。しっぽり、温泉に浸かってる場合じゃねえ。温泉の湯気を見て、魔物たちが攻めてきやがった。うわ？魔物たちが来るのが早すぎる。今までは、もっと時間が経ってからだった、だと？まあ、戦争中だからしょうがねえよ。なあ、今まではってなんだよ。そんなこと、俺は知らねえよ。まあ、そうだね。ガルマ知らないよね。ここは魔物との戦いが激しい場所だ。気を抜いたら敵がバンバン攻めてくるぞね。な、ここは自分に任せとけ、だと？お前ってやつは、そんな筋肉で魔物たちとやり合おうってのか。わかった。ここはお前に任せた。魔物たちをぶっ倒す準備はいいか？え、ガロン戦わないの？ありがとな、あれだな。短い付き合いだったが、お前のこと忘れなし。いやいやいや、僕が負けたら君も死ぬけどね。大丈夫。あ、でも隠れるのか、ガロンはまた。また隠れるのか、ガロンを。どっちよ。ブラウニー軍団。あれか？毛皮を落とせ。あ、今なんかボコって。おい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 。やってくれてんな。おい、やってくれてんぞ、こいつら。おい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 。まあ、いいや。ハーゲンダッツ！危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。つい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 、ハーゲンダッツ叫んじゃったよ。これの攻撃はやばい。
痛いって。はい。あーもうやばい。はい。あ、まっすぐいい。あぶねあぶねあぶね。あいつ本当に戦わねえな。あいよー。命の木の実。うわぁ、すげえすげえすげえ、すげえじゃねえか、ハヤドラ。たった一人で魔物を倒しちまうなんて、すごすぎる、すごすぎるぜ。お前まさか、本当に、伝説のボディービルダーってやつなのか？そう。伝説のビルダーであり、伝説のボディービルダーである。そんな、ハヤドラです。けど、そんな、緩み切った体で。ん？ボディービルダーじゃない。ただのビルダーだ、だって。そんな細けいことはどうでもいい。なあ、ハヤドラ。お前、本当にここに街を作ってくれるんだな。一緒に竜王軍と戦ってくれるんだな。おう、ガロン君は一緒に戦ってくれないけどな。ありがて。実は俺、一人きりでどうしようかと。それじゃあ、早速だがな、ハヤドラ。お前に一つ頼みたいことがある。ここから南に少し行くと、竜王軍が作ったこのアジトを封鎖するためのバリケードがあるんだ。うん。あれがあるとここから出られねえし、姉子や仲間を助けに行くこともできねえ。南に抜けるルートを確保するためにも、そのバリケードをなんとかしてえんだ。もう倒しちゃったよ、それ。ハヤドラ、監視役の魔物をぶっ倒し、そこにあるバリケードもぶっ壊してきてくれ。はいはい、ぶっ壊すのね。うわーうわー、バリケードをぶっ壊してきてくれたんだな。あれなんかもう、壊したことになってるわ。さすがだぜ。さすがだぜ。筋肉はねえけど、さすがは俺のダチだ。さあ、ハヤドラ。ここからが本格的なマイル復活計画のスタートだぜ。魔物にやられて、どこかで生き、倒れてる仲間たちを探し出し、アジトに連れてくること。そして、魔物に捕まっちまってる愛しの姉子を助け出すこと。この二つが差し当たっての俺たちの目標だぜ。なんでもって全ての準備が終わったら、このマイラ地方を支配する魔物の親玉、溶岩魔人をぶっ倒す。これが最終目標だ。溶岩魔人ね。このマイラの魔物はめちゃめちゃ強力だが、お前がいりゃなんとかなりそうだな。改めてよろしくな、ハヤドラ。筋肉はまるでねえけど、頼りにしてるぜ。ありがてえ。ありがてえぞ、ガロン。よっしゃ、ハヤドラ。バリケードもぶっ壊してきてくれたことだし、バリケードの先で行き倒りになってる俺たちの仲間を助けてきてくれねえか？俺の筋肉が連れてやがんだ。すぐ近くにかわいそうな仲間が倒れてるってよ。その筋肉すげえな。魔物に捕まってる姉子を助けるためにも、仲間の協力ってのはものすごく重要だからな。うん。戦闘員が欲しいよね。ガロン君何もしてくんないから。しっかり仲間を増やして魔物との戦いに備えようぜ。さあ、ハヤドラ。バリケードを抜けて、行き倒れになってる仲間を助けてきてくれ。な、仲間が大切なら、ガロンも一緒に助けに行こう、だと。そうだ、でも。一緒に行こうぜ。おー、俺は、実は、このアジトを出ると、全身にジンマシンが出るという奇病でな。あー、じゃあしょうがねえな。あ、だから戦いにも参加できなかったのか。ごめんな、ガロン。一緒に行きてえのは山々だが、このアジトから外に出るわけにはいかねえんだ。オッケー？わかった。お前、なんだよ、その、乾ききった目は。別に外が怖いとかじゃねえからな。とにかく、コンパスで仲間を探して、このアジトまで連れてきてくれ。オッケー、マルコ。一旦部屋が欲しいな。寝れる部屋が欲しい。が、そうだね。
こにしよう。松明もあるし、部屋、扉、うん、オッケー、鉄の工房。ああ、いいじゃん。いいじゃない。よっしゃ。で、もぐもぐして、行きますか。食糧難に陥ってます。あー、薬草作っとけばよかった。マジ。マジ半端ねっす。焚き火がある場所か。も、なにこの、え？え？乗るやん。こんなの。おいおいおい。え、もうこんな暗いの？なんで？なんで？さっき、あれだよ。うん。拠点出たとこだよ。まあまあまあ、助けるだけ助けるか。うい、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 うい。来た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 。魔物たちの攻撃からようやく立ち直り、アジトに帰ろうとしては見たものの、アジテへの道が魔物に作られたバリケードで塞がれていて帰ることができない。わしは一度この先の鉱山に身を隠し、機会を伺うことにする。わし。わしがいるんだね。え？目的地更新されたんですけど。ヘイ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 、舐めやがってよ。帰るぞ。もう帰る。私帰る。私知らない、もう。まあまあまあ、焚き火ゲットしたんで、ガロン君も許してくれる。さーてと。ゴーストくん。あ、でもガロンの服確かに綺麗になってる気がする、今。上からの視点で気づいたんだけど。綺麗になってるよな。ウィー、いいじゃん。来た来た来た。来たぞ、ガロン。どうしようか。料理用焚き火。半端じゃねえっす。やっちまいました、私。おー。わー。わー。木材だなぁ。太い枝なくなっちまったよ。料理を作ってほしいから、ガロン君に。ここに、ああ、もう咲いて。ここを分けて、あ？あ、鉄の工房。あー、オッケー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 。ここが、オッケーオッケーオッケー。焚き火や、焚き火の台所。うん、そうそうそう。それでいいの。料理を作ってほしい。オッケー。やべえ、何も作れねえ。
イカイワシ。おいー。石炭か。ひっついて。釣り道具を作りたいね。太い枝。作れるぞ。太い枝。太い枝、やっぱ、めちゃくちゃ必要になるよな。ちょっと20本ぐらい集めようか。で、石炭がどっかにあればいいんだけど、見た感じないな。ちょっとまずは、あれだわ。自分が生きれるようになるまでは、一旦拠点の周りでぐるぐるする。かな。釣り竿を作って、焚き火作るんじゃん。焚き火作れるやん。イカを釣ればいいのか。イカを釣れば石炭なしで作れる。しゃあ。化石炭ね。ああ、ひもじいよ。ういー、イワシ。イカなのよ。いらねー。ちょっと向こう側なのかな。これさ、橋かけちゃダメなの、ここ。いちいち、バリケード通るのめんどくさい。そうですか。ああ、そうですか。あ、そうですか。ここぐらいはいいじゃん。何がダメなの。そうなんですか。ああ、めんどくさいですね。やばい、ちょっとずれてると思ったわ。おい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 。キメラ。キメラパイセンじゃないですか。キメラパイセンじゃないですか。あ、行かないで。まあまあまあ。で?降りたらいいの?はい。よっしゃ、来た。ちょ、イカ乱獲しよう。ナイス。かっこいいぞ。ここの、スポットいいぞ。あ、キメラの羽。おい、神かよ。神アイテムしか来ないじゃん。まあ。まあ、クエストもやっておくか。なんかあそこにホラー穴が二つあるんだよな。左と右で。あー、右の方が正解っぽいな。でも、ホラー穴の中に石炭あると思うの。
はぁ、おい、何も落とさない戦闘が一番やりたくないんだから。あ、石炭あんじゃん。はまりました。あれ、これさ、この黒いの石炭だよな。あ、美味しい、美味しい、美味しい。美味しいね。おい、やめろ、やめろ。ちょっとこのひび割れいうか、やだね。あ、待って、くしゃみ出る。あ、待って、くしゃみ出る。止める。マイク止めるよ。オッケー。あー。いや、ここ結構美味しいね。美味しいんだけど、ちょっと赤いのも取りたいけど、あー、ここら辺のやつだけ取っとくか。おい、うざいな。うん。ちょっとさ、どうね。どうあったのか。ロボね、欲しいっちゃ欲しいよね。どうしようかな。ここに1個置いて。オッケー。やべえ、飯を食いてえって言ってる。僕のお腹が。まあまあまあ、人間そんなね、食べなくても生きていけますよ。3日は生きていけるね。うん、おいしい、おいしい。暗くて何にも見えないわね。なんだ、腹が減った。どうやって入るんですかね。おいー、あ、こっからか。なんだなんだ。ちょっと見にくい。見にくいわね。チョスチョス。大丈夫？誰だ、お主は。わしは、ベイパー。もう限界だ。喉が渇いて死にそうだ。近くにサボテンフルーツはないか？もしあれば、わしに食わせてくれ。いいよ。おー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 、ベーパーベーパーベーパー、助けて、ベーパーベーパー。あ、止まってる。雑魚だよ。おーおーおー、喉が潤ったぞ。どこの誰かは知らんが、助かった。魔物との戦いで傷を負ったわしは、傷が治るのを待ち、アジトに帰ろうとしたのだが、アジトは、魔物が作ったバリケードで塞がれていてな、帰るに帰れなかったのだ。そして身を潜めたこの鉱山で水と食料がつき、行き倒れてしまったっていうわけだ。して、お主は何者だ？どうしてここにおる？何？お主がバリケードをガロンに言われて助けに来てくれたというのか？そのような筋肉のない体で、そこまでのことをしたとはとても信じられるが、まあ、筋肉なんていりませんからね。魔物を倒すのに。まずは、共にアジトへ戻ろうぞ。詳しい話は、そこで聞くことにしよう。うぃー。ベイパー君、君はさ、戦ってくれるよな。あのガロン君とは違って。これさ、持てっかな。持てるわ。ここら辺のは持てんだ。あー、いいね。あ、とりあえず石炭だよな。とりあえず石炭。こう略すと取石になる。はい。なになになに、こんな落ちる。え、マジかよ。大きい図じゃなかった。積んでたぞ。
ベーパーさんよ。ベーパーさんよ。ちょっとそこどいてくんない?ベーパーさん。ベーパーさん?あー、ベーパーさん。ベーパーさん。ベーパーさん。あー、わかったわかった。破壊すればいいんだろ?僕の上をよ。てかさ、ベーパーさんさ、君さ、登ってこれる?くそ。どうする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 このベイパーがすげえ邪魔だということが分かった。で、やべ、乗れねえ乗れねえ。分かった。ここで一回破壊する。で、ベイパーが乗った。すかさず置く。なんで置けねえの?え?くそ!こんな。しゃあ。しゃあ。ありえねえぜ。よし。じゃあな、ベイパー。僕行くけど。早く上がってきて、ベイパー。ベイパー何してんだ?ベイパーくん?早く上がってきてね。何してんの?よっしゃ。こうしてやったら入れるよな、ベイパー。は?おめ、ベイパー邪魔だな、おめ。おめ、おい。こうでどうだ、ベイパー。よっしゃ。行くぞ、ベイパー。ベイパー、ついてきてるか?よっしゃ。はい。救出。ちょっと、積むところだったぜ。あ、積もあるじゃん。おいおい、あ、持てねえ。持てないってのはつれえことだぜ。パクっちゃう。まあでもね、石炭ゲットしたんで、なかなかいいんじゃないかな。よっしゃヘイ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 、ガロンくんよ。救助してきましたぜ、ベイパーくんを。ヘイ、ガロン。うおおおハヤドラ、ベイパーを助けてきてくれたんだな。このアジトを竜王軍に攻撃されて、バラバラになっちまった仲間たち。なんとかして、みんなを助け出し、協力して魔物どもをぶっ倒していけば、俺たちの最初の目的である姉御救出も必ず成功させられるはずだ。ベイパーなら、姉御や他の仲間の行方も知ってるかもしれないしな。おや、君の筋肉コンパスで探せばいいじゃん。おー、姉御、待っていてください。必ず俺たちが助けに行きます。いやいや、僕が助けに行くから。ちょっと勝手にね、一緒に助けに行くみたいな感じやめて。が、その姉御っていうのは一体どういう存在なのかだと。まあ、リーダーだろうね。姉御はね、俺たちのリーダーであり、憧れであり、夢であり、心の支えであり、母であり、妹であり、恋人であり、そして何より、俺たちの希望なんだ。わかった。すげえ慕ってってことはわかった。姉子は魔物に捕まってる。絶対に助け出してやらなきゃならねえ。はやドラ、お前の力も貸してくれよな。準備ができたら、一緒に姉子を助けに行こうぜ。おいおい、一緒にって言ったぞ。現地取りました。ここだけの話だがな、ハヤトラ。姉子は無類の風呂好きなんだ。きっと、ここに帰ってきたら、すぐに姉子は。これ以上は言わなくてもわかるよな。ハヤトラ、早いとこ、姉子を助け出そうぜ。なんだ、覗きしようとしてるのか。しゃあ、ベイパー。
うわぁ、やったやったぞ。ようやくアジトに帰ってこれた。おぉ、温泉が復活しておるではないか。これもお主がやってくれたのだな。むむ、我々のものを作る力ではこうはいかん。初めて聞く職業だが、お主が伝説のボディービルダーというのは本当のようだな。そうなの。伝説のビルダーであり、伝説のボディービルダーね。しかし、そんなにも筋肉のない体で。とにかく、助けてくれて感謝する。共に最高のボディービルダーを目指そうではないか。そうだな。コンテストで優勝しちまおうぜ。ぬぬ、ボディは余計だ。ただのビルダーだ、だと。が、そんな細かいことは気にせずとも良いであろう。わしが筋肉の使い方を教えてやる。10日もすれば、お主も腹筋が6つに割れるぞ。それすげえな。ペーパーね、次。ムーム、はやどらよ。やはり、兄子は帰ってきてはおらぬのだな。実は、わしは、魔物との戦いの後、傷ついた姉子を連れ去る魔物の姿を見たのだ。なんとかして姉子の行方を探し、必ず姉子を連れ戻さねばならんな。姉子救出にはより多くの筋肉がいる。そこでハヤドラ、お主に頼みがあるのだ。筋肉作りに欠かせない栄養を多く含んだ料理をわしに作ってはくれぬか？なんだ？肉か？こう見えて、わしはベジタリアンでな。今まで満足感のある飯を食ったことがない。ベジタリアンか。しかし、ハヤドラ。お主なら素晴らしい料理が作れると、わしは信じておる。サボテンかな？なぜならわしは、鉱山で、お主にもらったサボテンの切り口を見て確信したのだ。こやつは、料理の才がある、と。さあ、ベジタリアンのわしも大満足の。ボリューミーな料理を考え、わしに作ってくれ。オケマル。サボテンか？ああ、やっぱサボテンなんだね。うわ、2マス回復。強い。ありがてえ。サボテン、果肉でいいのかな？ああ、マジ神。サボテン果肉で作れるんだね。はい。持てないんですけど。じゃあこんなサボテンフルーツもいらんですよ。あ、これ入らんな。あのね、はい、いや場所が悪い。じゃあ、で、なんか適当に、向こうの収納箱にも入れといて、こっちに食料を入れといてほしいんだよね。いや、イカも焼いとくか。イカ焼いとこ。1マス回復。イワシは1マス半。ウサギステーキは1マス回復攻撃力上がる。あー、サボテンステーキが今のところ神だな。食べて。神！うめぇ！ぬおー、サボテンステーキを作ってくれたんだな。さあさあ、早速そのサボテンステーキをわしにくれ。いいよ。うむ。食欲をそそる素晴らしい匂いではないか。これで魔物にさらわれた姉子を助けるための筋肉も養えそうだな。ぬぬ、その姉子はどうして魔物にさらわれたのか、だと。うむ、
魔物たちは姉子から何かを聞き出そうとしておったようでな。何個口を開かない姉子に業を煮やし、魔物たちは姉子を連れ去っていったようなのだ。魔物たちが姉子から何を聞き出そうとしていたのかはわからんがな。とにかくよくやってくれたハヤドラ。わしはこの料理で姉子救出のためのより強い筋肉を作り上げるぞ。ああ、わあ、石炭美味しい。バトルか？おーおーおー、ガロンさんよ。うわーうわー、ハヤドラ、大変だ、大変だぜ。まったりサボテン食ってる場合じゃねえ。料理の煙を見て、魔物たちが攻めてきやがった。ん？どうしてそんなに早く魔物の接近がわかるのか、だと？バカ野郎、なんで今さらそんな疑問を？あれだよ、変な筋肉騒ぎがするんだよ。こいつ結構有能じゃないか。いつも通り、お前の答えが返せないずだ。どうだよ、ハヤドラ。戦いの準備はいいか？オケ丸。なんだこれは？どうした？こんな時に急な腹痛が、すまん、あとは頼んだぜ、ハヤドラ。任せろ。ベイパーは戦ってくれるよな。ベイパーは戦ってくれるよな。なんだお前、大サソリ。あれ？ベイパー来てくれない？ベイパー？ベイパー！ふぅ！信じてたぞ、ベイパーくんよ。何これ？あ、傷薬か。鉄のサソリ。と、大サソリ。なんか、オッケー。おぉ、いいね。ベイパー強っ。どこぞの筋肉とは違うな。また悪魔の騎士ですかと。痛すぎた、やべえ。このギリギリの戦い、ギリギリの戦いを僕は制す。僕は制す。あぶね。うん、ナイス。ふっ、ナイス。傷薬3個。神。ガロンか？ハヤドラ、よく魔物を倒してくれた。お前は本当にすごいやつだな。ん？どうしてガロンが一緒に戦ってくれないのか、だと？いや、腹痛だったんだから仕方ないよ、ハヤドラ。ベベ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 、別に怖いとかじゃねえぜ。腹が痛かったら、そりゃ戦えねえだろ。そらそうだ。ったく。そんなことよりだ、ハヤドラ。お前、魔物と戦って、少し疲れてやしねえか？一刻も早く、姉子を助けてえが、いい筋肉を作るには、適度な休息も大切なんだ。そこでだ、ハヤドラ。お前には、俺とベイパーが寝られる寝室を作ってほしい。おいおい、ハヤドラも寝させるか？寝室はシンプルなやつでいいぜ。明かりと、あとは、わらベッドを二つ置いてくれよな。あれ？もうそれ完成してんじゃない？あ？どうしてここには3人いるのにベッドは2人分だけなのか？だとそうだよ。お前の分はまあそのあれだ。とにかく早いとこ寝室を作ってくれよな。おいおい、こいつぶん殴ろうぜ。そうか、今あの料理のところに作ってるから、うん、あれが認識されないだけか。はぁ、皮膚？え、ほー、まあまあまあ、ここら辺をぶっ壊すか。青い床石。え？青い石畳。いらぬー。いらぬですよ。しゃ。どうしようかな。どうしようかな。いや、どうなんだろう。ここだけ1マス浮いてんのか。じゃあ、破壊しといた方が良かったな。全部高さを揃えたい。
ってありんすな。うん、芝居ますか。あ、壊れちまったよ。大きい筒2個作ろう。あ、いいね。やべえ、早く寝ないと。おいらの寝る場所がなくなる。あいつら、舐めてる。あいつら舐めてるぞ。おいおいおい、ふざけるんじゃないよ。しゃ。必要なものは？明かりと扉とベッド。お、明かりはもう適当でいいんだけど。焚き火か。しゃあ、まあ、3人が寝るスペースだからそんなにね、そんな広くなくてもいいのかなっていう感じで、まあ、こんな感じでいいか。うん。うえー。OK。12 HP10% アップ。よがろう。うおー、寝室が完成したんだな。ありがとうよ、ハヤドラ。いいか、筋力アップは破壊と再生が鍵だ。筋トレしたらしっかり寝て筋肉を休ませなきゃな。非力な体なんか姉子には見せられねえ。姉子に会う前にお前も本格的に筋肉を。な、その姉子っていうのは一体どういう人なのかだぞ。姉子ってのはな、すっごく厳しいが、それ以上にめちゃめちゃ優しい人でな。そもそも昔の俺たちは協力もせずバラバラに竜王軍と戦っていた。そんな俺たちを一つにまとめて導いてくれたのが姉子なんだ。姉子を失えば俺たちはおしまいだ。姉子は必ず助け出さなきゃならねえのさ。おっと、そうだ、ハヤドラ。いつも、魔物と戦ってくれてる、礼として。お前の分のベッドは、俺が作っておいて、おい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 、そういう優しさかよ。はぶられてるかと思って、僕のも作っちゃったわ。嬉しいだろ、ハヤドラ。今日からは、俺の愛に包まれて眠れるぜ。ありがとう。おう、ハヤドラ、大変だぜ。俺たちが、寝室作りで、イチャついてる間に。
ちょっとなぁ、ちょっと何なんだろうなぁ。ベイパーのやつが魔物に連れ去られた仲間の場所を思い出したらしいんだ。その仲間は姉子と同じく魔物にさらわれ、ここから南西にある魔物の砦にいるらしい。今からすぐに向かえば助かるかもしれねえ。ベイパーと一緒に行ってみてくれねえか？あ、ベイパーは来てくれるんだ。ん？ベイパーと一緒にってのはどういう意味かだと？そんなの、そのままの意味に決まってんだろ。ベイパーと一緒に魔物の砦に行けってことだ。お前まさか、仲間と一緒に外に出かけたことがねえのか？ない。仲間がいれば一緒に魔物と戦えるんだ。遠出するときや強い敵がいる場所に行くとき助かるぜ。いいか、聞くところによると、魔物の砦は硬い壁で覆われているらしい。守っている敵もきっと強力だ。武器に防具、回復薬をしっかり持っていけよな。さあ、ベイパーもやる気満々だ。必ずベイパーに声をかけて一緒に行くんだぜ。おお、初めてだね、仲間と行くのは。まあ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 。じゃあベイパー行くぜ。ベイパー、ベイ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 、行くよベイ。ガロンから話は聞いたな。共に協力してアジトの外の魔物と戦うぞ。お主が慣れておらるのは知っておる。わしが優しくリードするから安心するのだ、するの、るるる、安心するのだ。では、ハヤドラ、共に参るぞ。さあ、準備はいいか？おう。うむ。では、共に参ろう。くれぐれも単独行動だけは取らぬようにな。おー、イエー。でもな、めんどくさいからな、ペーパー。ハマるからな。ハマった時の救助めんどくさいランキング1位だからな、今のところ。で、サボテンフルーツ、いっぱい取っとこうか。サボテンステーキがすげー大事。これこれ。これよ、これこれ。ベイパー来てるよ。ベイパー。ベイ。ベイ。はい。あ、ベイ、やっぱベイ強えよ。怒っていいぜ。何個ぐらいいるかな？食料だもんな。500個ぐらいいるか。あ、間違えた。50個ぐらいいるか。うむ。しゃ。これは届くね。いいね。こんなもんか。じゃあもう行くか。ベイパー置いていくよ。何してんの？ボストロル。おいおいおい。やべえやついるぜ。ボスのトロルがいるぜ。ベイ？あ、来てる。よかった。さてさて、ボストロルくんはガンムシで、ガンムシフェスティバル決め込んで、あー、これはな気になるけど、こういう池も気になるっちゃ気になるが、別に釣りをしなくていいならしない感じで行きたいね。ヘイヘイヘイ、ここかバリケード。あ、溶岩、このエリアじゃん。しゃあ、悪魔の騎士と魔法使い。フェイ、フェイ、フォー、フィー。こいつを、やれ。しゃあ。痛い。通して。うん。はい、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 はい。んー、ナイス。あれ？ここで、あー、ここか？ここに、あ、いる。鍵じゃん。鍵いるじゃん。ナイス。いや、ベイパーマジ強え。
これ鍵だよな。はい、ガチャリンコ。はい、どうも、ベイパーと申します。ベイパーとハヤドラでね、やらせてもらってるんですけれども、このベイパーさん、なんと、はい。私を助けてくれるのかい？ガロに言われて来てくれたのね。あ、心が10歳の方ですか？私はギエラ。見かけない顔だけど、あんた何者だい？え、ビルダーだって？まさかあんたがあの伝説のボディービルダーです。あんたみたいに締まりのない顔した子があのビルダーだなんて信じられないけど。ま、話は後でゆっくり聞くわ。まずは一緒にアジトまで帰りましょう。うえ、なにこれ？トイレもしかして？ねえ、なんか取れそうで必要になりそうなものは取っておきたいが、木箱いらんかな。木箱いらんか。これとか取りたいけどね。これね、これね、良さげだよね。破壊できねえわ。うん、帰るか。おい、今3人いるからさ、ボストロールいけんじゃね？ボストロロ、ボストロボストロ。あー、モテねえ。モテねえよ。しゃ。ボストロー、いけんじゃね？木材ないかな。ヘイ、ボストロー、やろうぜ、ボストロー。何？リッチ？帰るぜ、ベイパー、ギエラ。帰るよ、ベイパー、ギエラ。夜が、なりかけてる。ベイパー、ギエラ、うん、ナイス。帰ろうぜ、みんな。ああ、ボストロー、お、強かったね。今の武器じゃ勝てねえ。さてさて、おい、ギエラくん、ベイパーくん、そんなザコくんは戦わなくていいんだよ。オーケーオーケー。さて、着いたぜ。寝るぜ。こっちじゃないぜ。じゃあ、ういじゃあギエラから。ありがとう、あんたのおかげでやっとアジトに帰ってこられたわ。あの素敵に修理された温泉、ガロンやベイパーの力じゃああはいかない。ということはやっぱりあんたは本物のビルダーなのね。メルキドの最高やリムルダールの浄化はビルダーがそのきっかけを作った。お、このギエラ、ちゃんとビルダーを認識してるんだね。そして人々はビルダーによって失っていたものを作る力を取り戻していった。ああ、ボディ的なビルダーしかいないこのアジトに、本物のビルダーが来てくれるなんて。これできっと姉子を助け出せる。そしてマイラを支配する魔物の親玉も倒せるわね。実は、私ね、連れ去られた姉子がどこにいるか一つ心当たりがあるの。でもその前に一度お風呂に入らせて。溢れ出る男汁が体を伝ってもう限界よ。男汁オス汁汚ねえな。なんかその表現汚ねえ。うっよー、あやだら、俺たちの仲間ギエラを助けてくれたんだな。ギエラはあんな口調だが一番の情報通だ。気になることがあれば気軽に聞いてみな。んで、ハヤドラ、魔物の砦にはベイパーと一緒に行ったんだよな。うん。いいか、魔物たちと戦うには筋肉も大事だが仲間の存在が一番大切なんだ。アジトの外に出るとき仲間に声をかければついてきてくれる。
敵を甘く見ず、一緒に行けよ。これ3人でもいいのかな？うわ、そんなこと言っても、ガロンが一緒に来てくれないじゃないか、だと。何度も言わせんな。俺は、ここから出ると、鼻血が止まらなくなっちまう奇病なんだ。あれ？鼻血だったっけ？なんか別じゃなかったかな？べべべ、別に怖いわけじゃねえぞ。勘違いすんだよな。また戦闘だと思ったけどな。なあ、ハヤドラ。仲間も増えたことだしよ。そろそろ筋肉レベルを一つ上げてくれねえか？オッケー。筋肉レベル上げるわ。すまん、間違えた。筋肉レベルを上げるのは俺たちの仕事だったな。リアル、聞いたぜ。お前が言ってたビルダーってのが伝説的なあれだって。難しい話は俺にはわからねえけど。お前にここを今より発展させてほしいんだ。いや、なんだか筋肉騒ぎがしてな。今のうちに魔物への対策を強化しておきてえのさ。どうアジトをでかくするかは任せるぜ。いろいろ作ってビルダーとしてもでかくなるんだ。ケイ。ケイでーす。一旦ギエラの分のベッド作ってあげて、なんだろうな、焚き火よりも壁掛けタイムにするか。サボステ、サボステいっぱい作ろうぜ。はい、神。これで当分はもうね、いいでしょう。ね。まずは、ここを改築しまして。こんな感じかな。あ。三つ敷いとくか。わらベッド、さらに三つ作ろう。違う。二つかな。わらベッド二つ。で、囲もうか。ヘイ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 。ベイパー。ベイ。ベイ、あとは頼んだ。ベイ。ベイ。あれ？ベイ君来てくんないな。なんでなんですかね。ああ、いいね。じゃあ、この扉の場所も変えよう。どこがいいかな。まあ、真ん中か。ちょうど真ん中にならねえ。まあ、いいか。OK。で、松明をつけていこう。あ、いいね。あ、いいですね。え？あ、はいはい、レベルアップね。にゃっはー。はい。いいんじゃないですか？いい感じじゃねえか。心なしか、筋肉も少しついた気がするな。けどよ、お前みたいに、筋肉のねえやつが伝説のあれだったなんて思いもしなかったぜ。確かにおかしいとは思ってたんだ。お前が作るものは俺が作るものと敵が違うって。実はな、この前らを支配する魔物の親玉、溶岩魔人の手下にフレイムってのがいてな。炎の化け物だね。今の俺たちの装備じゃ、そのフレイムすら倒すことができねえんだ。だからよ、お前にはいつか魔物を倒す強力な兵器も一緒に開発してもらいて。実は
俺たちの姉子も、ものづくりが得意な人でな。長いこと、魔物を倒す兵器を開発してた、発明家の端くれみたいなもんなんだ。じゃあ姉子は絶対必要だね。きっと、お前と姉子がタッグを組めば、誰も見たことのない、ものすげえ兵器が作れる。姉子とのめくるめく兵器開発のためにも、早いとこ、魔物どもから姉子を助け出そうぜ。うえ。しゃあ、戦闘でーす。出るか。一回、いや、いいや、寝なくていいや。行くぞ、ガロン。うわぁ、ハヤドラ。どうやら、俺の筋肉騒ぎが的中しちまったみてぇだ。もうすぐ、竜王軍の魔物たちが、ここに押し寄せてくるぜ。しかも、厄介なことに。今度の竜王軍には、前に話したフレイムの野郎もいるらしいんだ。倒せないんじゃないの？フレイムは、今の俺たちじゃ倒せねえ。フレイムを操ってる魔導士を狙うんだ。オッケー？どうだ、ハヤドラ。戦いの準備はできてるか？ぬはー！どうしたんだ、これは。こんな時に、突然、頭の具合が。すまん、ハヤドラ。あとは、頼むとせ。しょうがねえな。頭痛ならしょうがねえよ。ゆっくり休んで、治してくれ。じゃあ、行くぜー。ヘイ。痛いわ。痛い。どうして？痛い。ベイパー、ゲーラ。ベイゲーラ。ベイゲーラ。ベイゲーラ。頼む。僕は、後ろから指示する。松葉の鉄サソリ。松葉のね、鉄サソリ。で、次は、この鉄サソリ。痛い。痛いって、もうよ。はい、元気もりもり。あれ？ベイパーかゲーラーか、どっちか死にかけてんな。なんか知らんが。なんか死にかけてね。あれ？なんか死んでね。なんか。おい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 。なんかさ、おい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 。おい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 。こいつ、あれですか？ガロンくん狙ってる？ガロの名前出てこんかった、今。おい。使えねえ奴らだぜ。結局最後はハヤドラくんなんですよね。ねえ。担ぐって出てる。何？寝かしといたら回復するのかな？そういう感じ？痛いって。まず鉄刺そう。まず鉄刺そう。まずは鉄刺そう。これ常識。一体なんで迎えた？やべえ。これまだフェーズ1なんだよな。ああ。これは。これはきつい。きついね。とてもね。やばすぎ。あ、待って、くしゃみ出る。ちょっと待って、くしゃみ出まーす。はーい。はーい、出ませんでした。あーもうやだね。傷薬持ってきてないんですから、私。これさ。これ無理かもな。これ無理かもね。というね、夢を見たんだと、いうことですよ。ああ、疲れた。激ムズじゃん。ちょっと待って、ベイパーと、誰だっけ？誰だ？まあまあいいや。あの二人がやられると、すげえ辛い。ナイス。
来い。オッケー。え、おふぅ、ちょ、待って、さっき回復したばっかなのに。やばすぎる。ちょ、待って待って。待って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 、まあまあ、落ち着け落ち着け落ち着けよ。な、落ち着けって。ベイパーとギエラ。そう、ベイパーとギエラ。あ、待って。よくない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 。オッケーオッケーオッケーじゃないオッケーじゃない。まあでも大丈夫。こいつは僕が引き付けるから、その2体、その1体を2人で頑張って。あ、ダメだ。ナイス。1,2,3,4,5。あ、ナイス。いや、ここのやつはちょっと強い。さすが戦争地域。しゃあ。フェーズ1終了。まだフェーズ1なんですよね。フレーム軍だ。あれ？あっち？あ、ゼロだ。え、魔術師どこですか？え？魔術師？魔術師いないよ。竜王軍団の団長、隊長。どこですか？いた、いた、いた。てめえを倒す。は、今の軌道おかしくね？おい、死ぬのか、ここに来て。やべえ、あの二人がさ、ね。あ、もうよくないよくない。ちょ、こいつら邪魔だぜ。圧倒的によ。傷薬を大量に作りましょう。使いましょう。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいね。だいぶ食らわされた。あは？あれ？ギエラ？まあ、あの二人はいいや。ほっとこう。はーい。ちょ、武器が弱い。ほんとによ。あ、つつつつ！ちょっとなかなかにめんどくさいかもね。ギエラとベイパーにこいつを殴ってもらったらよかったのか。で、フレーム4体を僕が引き継げとけばよかった説あるな。シャイ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 。こいつら火炎の息だよな、多分。っていうか、ゴースト出てきちゃうね、それね。ゴースト出てきちゃうわね。それね。それまでに倒したいな、という感じでゴース。なんか壊してる、あいつ。壊してるの？しゃあ！見たか。ガロンがいじめられてる。ガロンがいじめられてるけど、まあいいでしょう。旅の扉、青を手に入れた。しゃあ、なかなかにきつかったね。うひょー！魔物、倒してくれたんだな。ハヤドラ。お前はやっぱすげえぜ。ところでよ、お前がさっき手に入れた、そのへんてこな装置はなんだ？ほえ、旅の扉ね。自分が求めるものがある場所に扉が開くってか。そんな都合のいいものを魔物が落とすとは、これはまた随分都合のいい話だな。そう、そんなことよりだ。お前が助けてくれたギエラからの情報によると、
どうやら姉子は海の向こうの陸地にある魔物の城に閉じ込められているらしいんだ。すぐに助けに行きてえところだが、魔物の城は今まで以上に硬い壁で覆われていて、簡単には攻め込めねえらしい。どうかな?そこを出たハヤドラ。お前には城の壁もぶっ壊せる強い武器の素材にできる。鉄のインゴットを作ってほしいんだ。鉄ね。鉄は遥か遠くの鉱山地帯にあるんだが、都合よくその扉で行けたりしねえよな。行けるんじゃないの?とにかく鉄をたくさん集めて、鉄のインゴットを10個作ってくれ。オッケー、どうね、まあ、とりあえず寝るか。とりあえず寝ようぜみんな。ふぅ、あ、夢か。はい。はい。誰だ君は。あら、素敵なお兄さん。パフパフはいかが?やります。いくらですか?たったの20ゴールドよ。ああ、安いですね。いいですね。あら?残念だわ。やっぱり、伝説の勇者の子孫は真面目ね。でも、もし、その気になったら、また声をかけてね。オッケー。ちょっとパーティーがいないところでお願いします。ここから南の島へはもう行きましたか?なんと、もう行かれたと。とても強い魔物たちがいると聞きましたが。あなた、見かけによらず強いんですね。いやー、まあ、それも当然か。あなたは伝説の勇者の子孫ですからね。古い言い伝えでは、ロトはこの島の西の外れに虹をかけたそうです。そして魔王の部屋の隠されたる入り口より闇に入ったとのこと。おー、ほにゃ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 様、あなたはルピスに選ばれた竜王を倒す役割を負った特別な方です。どうか定められた責務を果たし、この世界に光をもたらしてください。はい。パラララパッパッパー。しゃあ。まずは、サボテンステーキを食べます。あかりがいるな。さっきビーガーないね。あるじゃん。じゃあ、まあ、この端っこ、なんにもなさそうな、ここ。うん。を、祠の部屋にしよう。かな?うん、それでいこう。解体しまーす。はい。しゃしゃしゃ。3マス、めんどくさいんで、壊れてください。うん。うん。あ、いいね、いいね。あ、ちょっと待って。ほん。おい、おい。あるならある言ってよ。なんか読むって出たなーって思ったらさ。いや、もういいよ。僕の大木槌は、そんなんで止まる大木槌ではなかった。まあまあまあ。そんなね、本の内容読まない くらいで、ね。なんか、ね、変わるなんてことはないから。よし。じゃあ、作るんですが。あ、OK。ここか。あ、まあ、普通に。はい。で、これ、ベイパーとギエラも、びっくりマーク、出るんじゃないのかい?出ないか。
ベイパー。来い、ベイパー。ゲーラ、てめえ忘れて来るか。なんか、ベイパーしか来てくんない。あー、ワラルの扉いるじゃん。完全に忘れてたわ。わら扉ね。ここにドンって置きまして。で、おそらく、まあまあ、三つ分来るはずなんで、こうか。一、二、そうね、オッケー。で、ちょ、邪魔だな、ベイパー。怒るよ。うん。オッケー。行くぞ、ベイパー。はい。ボン。装備確認。大きい土あるね。オッケー。行くぞ、ベイパー。鉄だ。今回の目標は鉄。うん。工技術とブラウニーがなんやかんやしてて。なんか奥っぽくない?うん。君たちは襲ってこない。キメラ。キメラ。ナイス。この切り株なんだ?杉がない。次。おいおい、多くね?ブラウニー多くね?てか、ペーパー強え。マジ強え。なんか、あそこに、看板がありますね。ああ、マドハンズ。マドハンズがいるね。待って、なんだあいつ。ゴーレム、ストーマン。これは?唐辛子。ストーマンがいて、西の鉱山に人間どもを近づけるな。普通は私はならない。南の砦に人間どもを近づけるな。あの女は私はならない。なんか全部書いてくれてる。西?ウエスト。ウエスト。イエス。まずは鉄。ハロー、ハロー、ハロー、ストーマンさん、ハロー。ほら、ほら。果てー。硬いけど、モーション遅い。なになに?木の枝しか落とさんかったもしかして。舐めてやら。唐辛子が果たして何に使うのかわからんが。鉄、あるね。鉄あるね。あ、なんかまたさらになんか、さらになんか奥にあるが。なんだってんだい。え、ここ鉄の鉱山?ん?オッケー、鉄。やばいな、暗くなってきちゃう。
やばすげえ。ナイスすげえ。暗くなるの困るね。持てない。しかし、持てない。ここはなんか、あー、鉄ありそう。ありー。神。神。はい、はい、どうして落ちちゃったのかな？はい、神。あらあら、こんなところに。壊れちまった。何個ぐらいいる？え？あ、石炭か。こんなもんか？ 33は足りねえな、まだな。50個ぐらいいるよな。上のも破壊したいけど、まあいいか。ここ。あ、いいね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 、おいしい。石炭ももしかして持って帰っていた方がいい説ある。まあいいか。宝があるけど。実際の宝、入って持てないんだよ。え？なにこれ？姉子の写真みたいな出てきた。持ち物。次のない。いらんじゃろ。いるのかな？女性の想像が。え、これ姉子じゃなくて？なんかいらんもんないかな。これいらん。で、石炭も持っていこう。オッケーオッケー。うん、なんかあれだね。違うな。ここか？うん。あ、いいね、いいね、いいね。鉄68個。十分。帰ろうか。なになに？やばい、やばい。また、埋まっちまう。また埋まっちまうよ、僕ら。ね。それで、あいつのも帰ってくれるでしょ？よし、帰るか。帰るぞ、ペーパー。うん。ついでに、ついでに、え、どっち？どっちから来る？帰るか。しゃあ、戻ってきたぜ。ありがとうな、ベイバー。で、鉄のインゴットね、ロだよな。つまりロなんだけど、おい、おい、持てねえよ。ロロロロロ。
石材が5個。石材が5個いりますと。よ。サボステ。で、石材5ね。石材はもうここら辺からパチったらいいでっしゃろ。いや、どうなんだろう。奥行った方がいいのかな？ベイパー？ベイパー？ベイパー行くよ。ギエラ。おい、ギエラ。おめえは来てくんねえのか？ベイ。しゃあ、行くぞ、ベイパー。さて、石ね。まあ10個ぐらいあればいいか。いや、ペーパーの全部やってくれる。うん、帰るか。頼まれたことは終わったしな。なんか1個しかゲットできない石と2個ゲットできる石があるな。じゃあ行くか。炉を作りましょう。来たぜ来たぜ来たぜ。どこに置くんだって話なんですが、こっち側に置きましょうか。炉と作業台と料理を全部一緒にしたらなんかならんかな。はい、いっか。じゃあ炉をどうしよう。そこと扉にするとして、ここに置いてもいいけど、サムスぐらい取っとく？いや、なんか狭いな。狭く感じるな。違う。藁の扉と明かりなんだけど、いや、カピカピ松明がいいな。はい。え、空き部屋なの？わかった。あれがないのね。あの、収納箱。どうしよう。どうしようかな。オッケー。もう一マス。
オッケー。え？あれ？工房みたいにならんかったっけ？マジかよ。レシピ。石の工房。違う。石との。まあいいよ。作業部屋を。合流させたら、いい感じになるのかな？いっかも。石炭欲しいね。大金土。鉄の剣。鉄盾も欲しいが、木材がやっぱりない。銅のインゴットを作っておいた方がいい気もするけど。うおー、すげえ。よく鉄のインゴットを作ってくれたな。これで魔物の城の硬い壁をぶっ壊せる強力な武器が作れるようになるはずだ。魔物の城に攻め込む時には大金槌があるといいかもしれないぜ。よーし、これで準備はできた。早速姉子を助けに。と言いたいとこだが、その前にベイパーとガロンからの、ガロンからも頼みがあるらしいんだ。あ？ガロン？ベイパーとガロン？君じゃん。ガロンって君だよね。姉子のキリスト前に、二人にも声をかけて頼みを聞いてやってくれよな。ベイパーとガロン？本当に？おめえ、ねえじゃねえか。舐めてやがってよ。よ。ギエラ。あら、はやだら。ちょうど頼みがあったの。何も言わずに伝わるなんて、運命的ね。ガロンが君のことをガロンって言ってたよ。姉子、救出作戦の開始も近いじゃない？そこでね、私、ちょっと考えたのよ。みんなの士気を高めつつ、心を落ち着けられる場所があるといいなって。温泉じゃん。気分を盛り上げつつ、高ぶる感じを抑える。こんなことができる施設は一つしかないでしょ？何？そうよ、温泉よ。温泉に何か置いて、今よりもっとグレードアップしてほしいのよ。どう？あなたなら思いつくでしょ？目にしたら、血、脇、筋肉、踊りそうな何かを。お願い、ハヤトラ。温泉の中に素敵な飾りを置いて。私たちのマイラ温泉を。今よりもっとグレードアップしてちょうだい。オッケー。武器屋の壁掛け。え、武器屋の壁掛けでいいの？ぬおー、はやドラ、これが一心伝心か。ちょうどお主に頼みがあったのだ。姉子の救出が迫っているとあって、我々の士気は高い。だが、しかし、いざ、魔物の城に攻め入ると考えると、こんな筋肉で足りるのか、どうしても不安でな。そこで、ハヤドラ、お主には、魔物の城に攻め入る十分な筋力を得るために、サボテンステーキをはるかにしのぐ筋肉作りを活発化する料理を作ってほしいのだ。なんだ？聞くところでは、青い扉の先に唐辛子なる辛い食材があるという。うん。その食材で、ベジタリアンのわしも満足の肉汁滴る肉料理を作ってくれ。おう、肉料理食うんだ。ね？なんだと？ベジタリアンなのに肉を食べていいのか？だと？バカモン、お主。ベジタリアンと筋肉と、いや、ベジタリアンと姉子と、どちらが大切なのだ？今日限りでベジタリアンは卒業する。さあ、わしのための肉料理を考え、作ってくれ。オーケー？溶岩ステーキ、2マス半回復。いいじゃない。で、ギエラは？武器のやつを、
やればいいの？武器屋の壁掛けと、剣の壁掛けを二つ。武器屋の壁掛けと、剣の壁掛け二つ。どうだ？どうし、いや、どうしたねえか。武器屋の壁掛け。剣の壁掛け二つ。占領がいるね。銅のインゴットも作っとかんといけんよね、やっぱりな。石炭が足りない。やっぱ石炭なんですよね。占領ね。占領。石炭、おい、もう石炭使っちまったよ。おい。ちょっと言うの遅いね。石炭集めに行きますか、じゃあ。はい、はい。石炭でしょ。石炭ぐらいだったら、ここのエリアにもあるはずだけどな。さてさて、石炭くん。え、ホラー穴の中だよな、石炭。そのペーパー連れてきた方が良かった説あるな。何気にめんどくさいよな。ヘイヘイヘイ、石炭ありますか？やめてよ。あるじゃん、あるじゃん。あるじゃない、いいじゃない。上の方から、食べたいね。はい。はい。で、これもかな。で、こっち側にもあるんだよね。どうしようかな。ちょっとめんどくさいな。ちょっと、あれだね。ずれたね。ここで一回やるか。ちょっと上の赤い宝石もちょっと気になるけどな。ここで、ぶん回そう。あ、いいじゃない、いいじゃない。で、OK、あ、いいじゃない、いいじゃない。違う。はい、はい、はい。で、赤い宝石も取っとくか？あーん、石炭いっぱい。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ここで、ここを掘って、オーマイガ。そういうことするんですか？そういうことするんですか？あ、外と、外と繋がってもだ。僕は掘ってただけなのに。はい、ここ、掘れないんですか？
うんうん、いいんじゃない。はいはい、こんなもんでいいんじゃないですか。あとはここの赤い宝石、じゃあ帰りましょうか。何ここ、あら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 、いいんですわね、いいですわね。はい、あ、おいしい。え、大金槌飛ぶ、おい、ちょっと大金槌壊れるの早いってばよ。帰ろ、大金槌がない僕なんてもう何もできませんからね。キメラの翼が死ぬほど欲しいな。でよし、んー、じゃあまあ何気に土がね足りなくなってきてる。43個しかない。染料と溶岩ステーキ、おい、ベイパーベイ、おお、ハヤドラ、わしが依頼した料理を持ってきてくれたのだな。ぬぬ、溶岩ステーキだと、これはうまそうだ。さあ早速わしにくれ。いいよ、どれ、早速一口、もしゃ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 、ガツ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 、コックン。うーむーうまいぞ。これだけで心なしか筋肉がついた気がするぞ。それ気のせいだろ。実はな、ハヤドラ。わしのベジタリアン宣言は今回で37回目なのだ。菌を破るのは慣れておる。お主が気にすることはない。が、あ、あ。なんでそんなベジタリアンになりたいんだ。そもそも、姉子の真似をして、ベジタリアンまがいのことをしてみておるが、ああ、姉子がベジタリアンなんだ。最高の筋肉を求めるわしには、やはり良質な肉料理が必要なのだ。さあ、ハエドラ、わしの準備は万全だ。みんなの準備が終わり次第、姉子救出に参ろうぞ。うえぇ。大金槌ね。大金槌もう一個作ったことも全然あり。うん。さてさて。あ、バカ、違うじゃん。違う違う。こっちね。しゃ。どうだい？荒くれ温泉。12の武器が強くなる。いいじゃん。よ、ギエラ。ギエラ？
まあまあ、早田ら、温泉を素敵に飾り立ててくれたのね。温泉はマイラの象徴でもあるの。温泉を立派にしておけば姉子も喜ぶはずよ。姉子はよく言ってたわ。武器の発明に行き詰まったら温泉に入るとリラックスして気分転換できるって。正確に言うとね、姉子は昔発明家の助手のようなことをしていたの。その発明家が残した手がかりをヒントに魔物を倒す武器や兵器の開発を進めてたってわけ。私は姉子が魔物にさらわれたのもそこに理由があるんじゃないかって考えてるわ。あ、リーダーだからじゃなくて、兵器作られるのがやばいからってことなのか。ま、とにかくハエドラ、素敵な音声をどうもありがとう。これで姉子を助ける兵器も養える。準備ができたら姉子救出作戦のスタートよ。ありがてー、ディエラー、おめえいいやつだな。よし、あ、戦闘ね。うい、よーし、ハヤドラ、ついに準備ができたな。いよいよ、姉子救出作戦を決行するときだぜ。と思ったら、だ。城に攻め込もうとしてる俺たちを見て、魔物どもが先手を打ってきたみてえなんだ。姉子を助け出すために、ここは何としても城がなきゃならねえ。さあ、頼むぜ、ハヤドラ。戦いの準備はいいか？ OK だ。あんごはぁ、どういうことだこれは。こんな時に激しい腰痛が。うわり、あとは頼んだぜ、ハヤドラ。まあ、腰痛ならしょうがねえ。ゆっくり休んで治してくれや。じゃあ行くぜ。ベイパー、キエラ。鎧の騎士軍団が襲ってきた。あら、まあ、こっちじゃない。もう、どっちから来るか、あらかじめ言っといてください。魔導士軍団。これはまずいですよ。はい。行って。あ、こいつハマった。ハマってねえわ。よっしゃ。よっしゃ。鎧の騎士軍団。痛いって。やばいって。魔導士ね。はい。危ねえ。隊長が現れた。どっこ？なんなら僕死にそうだな。あれが隊長か。まあまあまあ、武器も強くなったね。ベイパーとギエラがいたらもう勝ちよ。ジャンプしないと当たんないのやだな。あはぁ？待って。任せていいか？いや、戦おう。よっしゃ。温泉壊れてないよな。オッケー。さすがだぜ、ハヤドラ。よく魔物たちを追っ払ってくれたな。さあ、いよいよこの時だ。姉子救出作戦の開始だぜ。それじゃ、救出作戦の説明を始める。心の準備はいいか？ OK。 姉子は魔物の城の中で捕まっている。これを助け出すのがもちろん第一の目的だ。うん。だが、そのためには姉子が入れられている牢屋を壊すための強力な武器が必要になる。鍵じゃダメなの。その武器を作るには、だ、
姉子が研究してた発明メモに書かれている。いろんな兵器作りの大元になるマシンメーカーってもんがいるらしいんだ。ほう。けどな、厄介にもそのメモ自体が今は魔物に奪われちまってるのさ。そこでだ、ハヤドラ。救出作戦の第一弾として、魔物の城からまずはその発明メモを手に入れてくれ。俺はいつものように留守番してるぜ。お前たちの無事の帰りを夜空のお星様に。おー、なんだよ。凍てつくような冷たい目で人の顔を見るんじゃねえ。わかったよ。誰やろう。姉子のためだ。今回ばかりは、俺も行くぜ。え、ガロン来てくれんの？城の場所はコンパスを見ればわかる。しっかり準備を整えてみんなで行くんだ。心の準備が、できたら、もう一度俺に声をかけるよな。わあ、ついに、ガロンが戦う時が来る、ということですね。しゃあ。では、ガロンくん行きましょうか。なんかすごい言ってくれてる。すごい言ってくれてるけど、ベイパーとギエラにも声をかけろよ。いやいや、ガロンくん。ガロンだけでいいよ。お、でもみんな来てくれるなら、みんな行こうぜ。しゃあ、みんな行こうぜ。いいね、いいね。筋肉組。チーム筋肉。行こうぜ。しゃあ、みんな、行くぜ。いいね、いいね、いいね。なんか、ね、勇者パーティーって感じ。するわ。おい、これさ、ストーンマンとかさ、ボストローとかさ、倒せんじゃね？ボストロー。余裕なんじゃね？こっち側ね。うん？どっち？どっちを指してるかわからんが。とりあえずこっち側ね。マドハンドってなんか落とした？何も落とさない。なんだこいつ。フレームには勝てない。了解。あっち側かな？おい、マジ？マジっすか？オッケー。で、土が必要です。土を集めまして、こんなもんで許したの。行くよ。おいおいおい、最重要敵、キメラがいますよ。おいおいおい、ぶっ飛ばしてやるよ。みんな来てる？オッケー。キメラ。おい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 、天国か、ここは。あ、いらねー。うわ、温泉卵。いや。キメラ君は分かってない。卵よりも、君の羽の方が、興味がある。え？ここじゃない。マジ？激めんどくさじゃん。一旦、なに、オブジェクトマスター。オブジェクトマスターらしいわ、僕。そうね。この石炭も回収したいね。
まあ、こんなもんじゃろう。あべ。これさ、こいつら、いけねえよな。僕はいけるけどさ。おい、マジかよ。こいつら、邪魔じゃね？あれ？あれ？待って。ん？え？一人足りなくね？一人足りなくね？おい。おい。え、どこではぐれた？待って。ギエラ？ギエラくん？どこではぐれたのかな、ギエラくん。マジ？これ舐めてんな。待って、なんかコンパスに書いてあるわ。おいおいおい。何してんの、ギエラ。ここに作ってやったらいいのね。おい、激めんどくさじゃん。激めんどくさおじゃん。わかったわかった。そんな君たちのために。階段を作ってあげたらいいんだな。わかったわかった。これで君たちも来れると。いうことでいいですか？はい。次こっちね。違うよ。うん、そうそうそう。そう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 。あ、いいぞ。いい子だ。いいぞ。いい子だ。OK。はい。はい。はい、登頂。で？何？向こう側？行くぞ、みんな。特にギエラ。はぐれないように。え？ボックス？ボックスにやられとるか。おいおいおい、おめえ、行くな、マジ行くな。マジ、どうでもいいから。おい、この木村でけえぞ。絶対下の道通るんだろうな。ね、下の道通るんだろうね。そんな気がするね。まあ、上に道があるのが悪い。そういうことなのよね。よっしゃ。いらねえ。いらねえ。卵。この下っぽいな。さすがに飛んだら、えぐいダメージ食らいそうだな。な。降りるぞみんな。気をつけろみんな。ここ行けるか？行けるか？行けないんかーい。よっしゃ。私としたことが。おう。あれ？姉子の場所に来ちまったけど。メモだよな。メモが欲しいんだよな。なにこいつ。誰だい？そこにいるのは。ひょっとして、私を助けに来てくれたのかい？いやいらね。こんな情けない姿見られちまうなんて。この牢屋はものすごく硬くてね。どでかい大砲でもなきゃ壊せやしないさ。まず大砲を作る手がかりを探すんだ。そして、アジトで大砲を作ってもう一度来ておくれ。大砲を作る手がかりは、この城の中にいるトロルが握っているはずさ。頼んだよ。あんたのことを待ってるからさ。おい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 、プロポーズされちまったよ。こいつだろ、トロールって。違うの？おめえらなんだ？そして、僕の仲間は三人衆。筋肉三人衆？どこではぐれた？筋肉どうして？
やばいな、夜だね。ああ、どうやら僕の筋肉三人衆は、なんか、やってるらしいわ。いや、あそこから降りたのがまずかったかもしんない。やばい、くしゃみ出る、あんた死ぬ。やばい。ああ、ごめんなさい。ごめんなさいね。マイクを、ミュートできませんでした。痛いな。しゃあ、あいつら助けに行かんといけん？もしかして。ダメ、腐ってるぜ。もしかして、あいつらジャンプしてないっす、ザル。ここの下にいる？ん？え？声出してくんない？せめて。せめてさ。え？え？待って、コンパスにさ、あ、いるいる。この奥か。おいおいおい、マジかよ。おい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 。おい。ゴーストやめろ。マジやめて。この奥らしい、どうやら。いた、1位いた。ファッキュー。どうしてこの筋肉三人衆のために僕が死ぬことになるのか。筋肉三人衆戻ってきて。筋肉三人衆が誰もいねえ。ああ。激辛だね。これは。これアイテム全部落とすわけじゃないんだな。まあまあまあ、土がとりあえずいる。さて、正規ルートがわかんねえもんな。こっちから行くのか。そうか。まあ、姉子のルートだからこっちか。ああ。筋肉三人衆め。まさか味方に。え？こいつら倒さんといけんの？そんなことよりも、筋肉三人衆を助けに行こう。あいつは邪魔でしかない。何今、なんかすごい大目玉いなかった？あ、気のせいか。筋肉三人衆、今行くぞ。こんな、くねくねしてる道なんだね。さて、関所のモンスター2体倒さんといけんしな。こいつ何なんだ。なるほどね。こういうルートが正しかったのか。僕は悲しい。しゃあ、
筋肉？筋肉？筋肉やがるぜ。筋肉三人衆。ここで、こういう感じで、どうすればいい？ここで、こいつを救出。よし。おい、来い。よし。で、もう一体。もう一体。もう一人。もう一人の筋肉。OK。OK。みんな、こっちだよ。で、これどうする？これどうする？これ多分ね、ここ来れる？これ、OK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 。OK、いいよ。いいよ、筋肉。筋肉、いいよ、いいよ。いいね、いいね。いいね。筋肉、いいよ。しゃあ。何が悲しくて、え？そこ開くの？そこ開くんかいというね、話なんですが、君誰？おや？君は僕の姿が見えるのかい？幽霊さんか？それで？こんなところへ何をしに？ひょっとすると、牢に捕らえられている女を助けに来たのかい？だとしたら、やめておくんだね。あんな女を助けるとは、ろくなことにはならない。おめえ誰だ？ん？どうしてかって？それはね、あの女が人殺しだからさ。悪いことは言わない。さ、このまま引き返すんだ。まあ、人殺しだろうがね、今姉子の力が必要だからね。助けるしかないよな。ほら、行けみんな、筋肉三人衆。君の救助に時間がかかった。で、土もなくなった、なんなら。こっち側かな。通りますよ。さすが筋肉三人衆。強え。強いっちゃ強いんだよな。ほっとくわ、わし。ホロルたちが現れた。ホロルたちが現れた。筋肉三人衆頑張れって。ホロルたち。ホロルたち。え、こいつはホロルたち。なんか違うっぽいな。まあまあまあ。邪魔になるんで倒しておきましょうや。しゃ。ヘイトロル。うやー。うやー。あ、いいねいいねみんな。しゃあ、雑魚がよ、何しとった？女性の肖像画。みんな姉子大好きね。なんと、発明メモを見つけた。やり。あ、持てねえよ、持てねえってよ。宝箱持てないんだってよ。帰るか。はい。しゃあ。まずは、ガロン。うおー、トロルを倒して発明メモを手に入れたな。どれどれどれ、ちょっと俺に見せてみてくれ。でもガロンもちゃんと戦ってたな。ふむふむ、ふむふむ、ふむふむふむ。ダメだ。俺には何が書いてあるかわからん。まあ、まあ、とにかく、これで、マシンメーカーってやつが作れるわけだよな。そいつがあれば、姉子のいる、牢屋を壊す、強力な兵器を作れるはずだぜ。あ？なんだって？姉子の牢の前で人と話しただと？むわ、姉子が人殺し？その、牢の前にいたって男が言ってたのか？あんな場所に人がいるとは思えねえ。
どうせ夢でも見てたんだろ。お前の夢にかまってる暇はねえんだ。さっさと姉子を助ける準備にかかろうぜ。さあ、ハヤドラ。この発明メモの解読は当然のことのようにお前に任せる。さっさとマシンメーカーを作って、姉子の牢屋をぶっ壊す兵器を開発しようや。大砲ね。しゃあ。鉄のインゴット。持ち物がいっぱいになりました。はい。しゃあ、作っちゃいましょうか。おお、すげえじゃねえか。マシンメーカーの作り方をひらめいたんだな。さすがはビルダーだぜ。どこの筋肉でそんなこと思いつくんだろうな。頭の筋肉だよ。そんなことより、マシンメーカーを作ったら、次は姉子の牢屋をぶっ壊す強力な兵器の開発だ。どうだよ、ハヤドラ。こう、ドッガーンと、ド派手に、牢屋を壊す兵器、何か思いつかないか？強力な兵器をひらめいたら、実際に作って、俺に見せてくれよな。もし、兵器のための木材が足りないなら、苗木をアジトに植えて、育ててから木材にするんだぞ。あー、やっぱそういう感じなんだね。苗木いるんだね。はいよー。オッケー。じゃあ、苗木やっぱ植えていかんといけんな。苗木ってどこだっけ？なんかどっかに入ってるはず。オッケー。木材がこれでできるのね。ここに使うことはできない。オッケー。土だったらできるのか。何をしようとしていた？腹ごしらえ。で、マシンメーカー。あって、大金槌って持ってたっけ？あー、オッケー。2個あるね。マシンメーカー。オッケー？向こう側ね。マシンメーカー。マグマ岩。ガラス。マグマ岩は取りに行く。ガラスは作れる。で、マグマ岩を取ったら OK ね。出ようか。しゃあ。さて、マグマ岩を取りに行くってのと、これもう木材になる。数奇原木。木材。ねえ、苗は出ない。これさ、もう一回寝たら苗もゲットできるくらいでかくなるかな。あー、でかくなってるね。これでさすがに苗出てくるんじゃない？しゃ。あ、いいね。二回寝ないといけないんだね。木材。来たぜ、ついに木材がよ。大倉庫。ふぅ！木材、あと5。木材5。じゃあ、あれ行きますか。マグマ岩。しゃあ。で、杉の苗が欲しいんだけど、杉の苗って、どこでゲットしたっけ？
れここら辺だっけ、これか。あ、これこれ。ちょっとこれ、ちょっと回収しよう。邪魔場所いるな。目に見える範囲の杉苗くんは全回収しておきたいね。あ、でも別にいらんか。こんないらんな。こんないらんわ。これね。多分これね。あ、燃えるわけじゃないんだ。え？ちょっと待って、これ回収するのむずない？マグマって、やっぱりダメージありますよね。あ、ねえ。あ、痛い。痛いけど、いい。熱い。マグマイは何個いる ?7 個で足りるかな。7個で足りん。え、トロコとか、ひらめいてたっけ？まあいいや。マグマ電池。何それ？知らないの多いんだけど。じゃあマグマ電池がいるとして、マグマ電池いるじゃないか。3個ね。3個いるの。あー、まあ。マグマ電池5個作られるから、なんか線路めっちゃ多いけど。マグマ岩が3個ね。ちょっと待って、10個ぐらい持っといた方がいいな、マグマ岩。いいや、帰ろ、バイバイ。マグマハンドが現れた。マグマハンド、あれ？あれか。どうでもよろしおす。マグマハンドなんてどうでもよろしおす。土はね、99個欲しいもんね、常に。常に99個欲しい。こんなもんで許しちゃろ。マグマハンドね。あれは3人で倒したいけど。ならば持っていこう。じゃあ、いっぱい作れる。何を作ろうとしていたっけ？これね。んで？マシンメーカーがこんな感じか。なるほど。ちょっともっと、ホーリー、シット。もっと、マシンメーカーを、つなげちゃおう。何こいつ。みんなから無視されてる。作業部屋もここに持ってきたらいい説はあるけどな。マグマ電池。はい。食べかけランプ。解放。はい、ナイス。木材。木材。
うほー！ハヤドラ、これが大砲か。すげえ、すげえぞ。この大砲があれば、アネゴが入れられてる牢屋もぶっ壊せるってわけだ。おー、アネゴ、ついに助けに行けます。魔物に捕まり、さぞ恐ろしい攻めくを。ん？お前、どうした？何を柄にもなく、真面目腐った顔で考え込んでんだ？殺人したとかそういう話かな。何？魔物が姉子から引き出そうとしてる秘密って何だろう？だって？ハヤドラ、すっとぼけた顔してる割に、お前って案外、細けえことを気にするんだな。いや、細かくないんじゃないかな。難しいことは俺にはわからん。俺は、姉子を助け出せればそれでいいんだ。うん。さあ、いよいよだぜ、ハヤドラ。姉子救出作戦、第2弾の決行だ。大砲を引っ下げて、姉子を助け出しに行こうぜ。行こうぜ。お。さてと、よし、よし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 。うりゃ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 。キチガイになっちまった。よーし。もう一度、魔物の城に乗り込むぜ。まあ、勇気がいるんだな。いよいよ、姉子を助け出しに行くんだ。ハヤドラ、準備はバッチリか？ハヤドラ、大砲を忘れんなよ。じゃねえと、姉子のいる牢屋は壊せねえからな。俺はみんなの分までここを守ってる。今度こそ、姉子を救い出してきてくれよな。いやいや、来てくれるんでしょ？わかってるよ。そんな、粗大ゴミを見るような目で、人を見るな。だ、誰であろう、姉子のためだ。めちゃめちゃ怖えけど、俺も行くぜ。さあ、ハヤドラ、準備ができたら、俺に声をかけてくれ。オッケー。じゃあ、一旦苗を植えまくろう。木材ラッシュ。木材がいりまくる。なんかこの苗を育てる部屋もあったら、もしかしたらいいのかもしれないね。オッケー。で、もう一回寝ますと。で、木材ができる。木材ができるということは、うい、階段までぶっ壊れちまったよ。はいはいはい。おい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 、持ってねえよ。オッケー。ねえ、また植えときましょうや。やべえ。オッケー。で、木材作っちゃいまして、姫の翼も作っとこう。あー、オッケー。これでだいぶ楽。オッケー、オッケー。ということは、ついに大倉庫ができちゃうんですね。はい、神。ちょっと待って。これをさ、ここに持ってきたらもうさ、
ッケー、鉄とローの攻防。いいね、いいね、いいね、いいね。で、これ、じゃあ、これを、ここに設置しよう。え？あー、オッケー。これか。こう。いいじゃない。いいじゃない。あ、これ空き部屋なの？倉庫あるのに。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。くしゃみタイム始まるわ。はい。寝ませんでした。収納箱に入っているもの、これを全部、破壊しようか。で、ここのやつも、OK? 入れちゃいまして、で、収納箱1個出して、料理部屋に置いて、まあ、料理できるようになったと。で、なんか、やることないか。よし、行くぞみんな。みんな。ギエラ、ガロン。メイバー。さあ、行くぞみんな。筋肉三人衆と行く。姉子救出大作戦。倉庫が手に入ったのはマジでかい。マジでかいぞと。さて。最初の目標は、マグマハンド。あいつをぶっ倒しましょう。ほら、行くぞ、マグマハンド。おー、まずは道を僕が作る。どうして？すげえくしゃみが出そうなんですけど、どうしたらいいですか？行くぞ！ファッキュ、ファッキュ、買った。硬すぎなんですね。これ無理かもな。これ無理だ、みんな。帰るぞ。みんな帰るぞ。撤退。撤退します。よし。なかなか強かったな。さて。次、ここの悪魔。悪魔の騎士、2体、倒してやりましょうぜ。筋肉三人衆いけるか？筋肉三人衆、やったれ。痛い。痛いって。なんかストーンが来てるよ。制圧。やったれ。そのストーンもやったれ。オッケー。で、貴重な明かりは欲しいんだけど。倒れてるやついない？なにどうしたどうした筋肉仲間かな。はぁ、取れねえじゃねえか。おい、ちょうど取れないところに。やだっちゃうね。で、筋肉仲間はどうした？あ、この筋肉を救うことはできなかった。あー、
け？こっち側にもなんかあるね。いいじゃない。まあまあまあ、おめえなんだ。よし、行くぞ筋肉三人衆。救えなかった筋肉はもう忘れてしまおう。あれ、なんか一人いなくね？あ、いた。救えない筋肉と救える姉子がいるからね、この世界には。あ、救えない筋肉はこんなところに。もう一人。おい、かわいそうにな。ちょっと邪魔だな。ちょ、みんな、こっち、みんな来たい。オッケー。寝まーす。あ、みんな寝ないの？大丈夫？あー、みんな、寝ないで警護をしてくれたんだな。ありがとう。よっしゃ、行くぞみんな。ここなんか広いな。ほほほほほほほ。お宝発見でごわす。あ、筋肉。は？ミミック。ミミック。一食い箱かな。ほら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 。ザキ撃ってこないかな。大丈夫。筋肉がいれば、僕らは無敵だ。目覚ましリング。寝ないってやつか。いいね。あ、向こうにもあるな。行こうぜ。え？何君ら？ご飯食べた？みんなで。ごめんな。邪魔してまって。ああ。どうなってんの？どうなってんの？どうなってる？僕が死にかけっていうことはわかる。おうおお。こいつは全員、倒しますか？全滅させてやろうぜ。このチーム筋肉に喧嘩打ったことをよ、後悔させてやろうぜ。なんで君ら悪魔の騎士攻撃しないの？じゃあ、はぁ、あ、チーム筋肉に逆らうんじゃないぞ、もう。オッケー。力の指輪いいじゃない。ここら辺の全部取ろうか。もうちょっと高い。そんなことない。チーム筋肉。力の指輪ゲット。いいじゃない。また強くなっちまった。さて？何？平和に行こうぜ、平和によ。姉子、とりあえずこいつは倒すか。特にこいつね。よっしゃ。うん、壊れちまった。やべえ。この姉子にこのお肉を見られちまう。変態だと思われちまう。まあいいか。じゃあ、あの幽霊ごと撃ちたいと思います。幽霊ごと言ってほしかったな。よし、姉子チッス、姉子へへ、
ド派手に決めてくれたね。あんた、なかなかかっこいいじゃないか。そう思います？ありがとうございます。ん？姉子？あいつらは、そう呼んでるね。あんたは、アメルダって呼んでくれればいいさ。アメルダさんね。で、あんた、一体、何者だい？ずいぶんと、乳臭い顔してるけど。おっと、それどころじゃなさそうだ。魔物どもが集まってきちまったようだね。詳しい話は、道すがら聞くとするよ。さあ、一緒に、ここを切り抜けよう。うぃ、アメルダ。やったろうぜ、筋肉三人衆。と、アメルダ。何？首飾り？床飾り？アンドゥー。何がめんどくさいって？魔法使いだよな。なあ。おお、トロルがやられた。何がめんどくさいって？魔法使いだよな。終わった？鎧ね。鎧の騎士ね。ファック。キメラ、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 キメラ注意報。おいおいおい。何がめんどくさいってよ。魔法使いだよな。よっしゃ。終わった？終わったってことでいい？この音なんか、すごい、終わってなさそうだけど。これもうさ、キメラの翼でさ、帰っていい？死にかけてるから帰るよな。はい。じゃあみんな、帰ってきたぜ。うえー。筋肉ご一個。帰還。よ、まずは、ガロね。うわぁ、うわぁ、うわぁ。姉子が、姉子が、姉子がついに帰ってきたぜ。姉子、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 うわぁ。うわぁ。よかった、よかった。あやどら、あやどら、あやどらよ。姉子は俺たちの希望なんだ。よくぞ姉子を助け出してくれた。本当に本当にありがとな。あ、なんだって？牢屋の前にいた男の話が気になる、だと？お前が見たっていう幻覚のことか？姉子救出に水を差すようなこと言うんじゃねえ。そうだね。とにかく、よく姉子を助けてくれた。お前には、いくら感謝したってしきれねえ。感謝の印として、お前に、とっておきの道具の作り方を伝授してやるぜ。こいつがあれば、竜王だっていつか倒せる。一日も早く、理想の体を作り上げてくれよな。何？筋肉、ビルド、アイテム、かな。ダメ。ダンベルね。じゃあ、姉子。姉子。ようやく戻ってこられたね。あんたのおかげだ。改めて礼を言うよ。このアジト、派手に壊れてると思ったら、随分と綺麗だね。そっか、ハヤドラ。あんたがここを整備してくれていたんだね。どうやら、あんたがビルダーだって話は本当みたいだ。ビルダーのあんたと一緒なら、あいつの研究を完成させられるかもしれないね。私は昔、ある発明バカの助手まがいのことをしていたことがあってね。その発明バカが幽霊だ、なのかな？さっきの。その時の知識やメモを解読して、魔物を倒す兵器を開発しようとしていたんだけど、魔物たちもその知識が欲しいみたいでね。それで奴らに捕まっちまったってわけさ。まあ、詳しい話は後にしよう。体が汗やら何やらでベトベトだ。ひとまず、ゆっくり温泉に浸からせておくれ。うぃー、音もしますよ、温泉。温泉。ああ、野郎ども、姉子が来るぞ。なあ、早田ら。姉子を助けてくれたばっかのとこ悪いけどよ。ここいらで
またアジトにいろいろと作ってビルダーとして一回り成長してみねえか。お前も姉子にいいとこ見せてえだろ。俺たちだってみんな同じ気持ちなんだ。もちろん何を作ってくれてもいい。さあお前の自由にこのアジトを発展させてくれ。OK。 姉子が入るぞみんな。おい誰だ、おめえ誰だ、何姉子と話してんだ。姉子、姉子、なんだ、何をしてる。お、綺麗になった。そして入らない。ちょっと姉子さ、さて部屋を作れと言われておりますが、困っちまいますね。まあ、一旦木を採取しようか。この木邪魔だからな。オッケー。で、木を植える場所を作ってあげようか。どうしようかな。ここら辺でいいか。どんな感じにしようかな。どんな感じにしようかな。なんかすげえ広い気がするな。まあいいか。横をどこまでするか。激広。で、そうね、ここは、土が足りねえな、圧倒的によ。あ、やべ、服作ろうと思ってたんだったわ。じゃあ、まあ、こんなもんじゃろう。こんなもんで許しちゃろう。オッケー。で、旅人の服作っちゃって、あ、違う。旅人の服。マジですか？スライムくん絡んといけんですか？おい、スライム。レスじゃダメかな？スライムってこっち側いたよな。やべ、動きが遅い。発見！最重要モンスター。スライム。よっしゃ、一撃！一撃。10個あればいいと思う。え？スライム全然いないじゃん。おー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 、舐めてやがるぜ。はい。
はい。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 しゃあ、こんなもんじゃろう。さてさて、言うて、あれくらいの、レベルだったらすぐ上がるな。旅人の服。しゃあ。で、棍棒とかいらんかい？あれ作ったか、鉄の、大金槌。で、倉庫に入れときましょう。ですね、装備が、こんな感じですね。で、罠の扉。OK。まあ、これでいっか。はい、どう。と、焚き火。焚き火、焚き火。いや、焚き火じゃなくて、食べかけ、松明いっぱいあるはず。OK。で、下の地面を、これ、掘らんといけないのよ。土にしないといけんくて。OK。OK。じゃあ、これで、整地したら完璧。OK です。で、まあ、ここら辺に、ペイやっといて、ペイやっといて、ペイやっといて、ここの下にさ、植えれる？植えれんだ。あ、へぇ。木が増えたらいいんじゃないかな。いい感じになるんじゃない？で、あとレベル2っしょ。じゃあ、あともうちょいなんで、もう、ね、ペペペってやって終わりよ。ペペペってやって。藁のベッドが欲しいかな。2個ね。で、やばい、夜になる前に、やりたい。ここにつけて、これで、レベル上がるね。ういー。で、寝ます。さてさて、で、バトルっぽいな。ここにも、あ、いい感じ。いい感じですよ。ヘイ。おうおうおう。いい感じじゃねえか。気のせいか。筋肉もちょっと増えた気がするな。さーてと、ハヤトラ。姉子は無事に救出できたが、ここからが本番だぜ。姉子の救出はあくまで第一目標。俺たちの最終目標は、この地を支配する。魔物の親玉、ヨーガ魔人をぶっ倒すことだ。うん。フレームも倒せてないからな、今。
お前も聞いただろうが、姉子は昔、とある発明家の手伝いをしていたことがあってな。兵器作りの知識をたくさん持ってんだ。お前と組めば、すげえ兵器を発明できるはずだぜ。よっしゃ、早田ら。姉子と一緒に、溶岩魔人をぶっ倒す、最強の兵器を発明して。この、マイラの空にかかった、黒い霧を、みんなで一緒に、晴らそうぜ。乗りかかった筋肉ってやつだ。お前も最後まで協力してくれるよな。な。うい。あれ戦闘じゃないんだね。はやだら、話は大体聞いたよ。あいつらの面倒まで見てもらってありがとね。それに、溶岩魔人との戦いにも手を貸してくれるってのは本当かい？ん？なんだって？乗りかかった筋肉だ。任せておけ。だって。うわ、筋肉に染まってる。ハヤドラが。はは、すっかりあいつらに毒されたね。ありがとう、ハヤドラ。助かるよ。私の発明知識と、あんたのものづくりがあれば、怖いものなしさ。さてと、早速だけどね、ハヤドラ。私はまず、このアジトに、魔物を撃退する兵器を作りたいと思ってるんだ。ほう。兵器のアイデアは前からあってね。設計図も書いて、建設予定地も確保してたんだけど。建設予定地確保してたの？絶対壊してるやん。私の頭だけじゃ、どうしても兵器を起動させるスイッチが思いつかなくてね。そこで、早速、ビルダーとしてのあんたの力を貸してほしいのさ。頼んだよ、ハヤドラ。兵器を起動させるためのスイッチを考え出して。この設計図通りの二連砲台を、アジトの中の建設予定地に作っておくれ。どこだよ、建設予定地。二連砲台。床用スイッチ。壁用スイッチ。どこ？ここでいいのかな？ここでよくない？真正面だし。あ、ちょっとずれてんな。ちょっとずれてる。いやー、気になりますよ。ちょっとずれてるの気になりますよ。ここですね。ここです。完璧。は？誰だ？え？え、どこ？あれか。この謎に早いやつか。どこから来てんだろう？奥から来てんのかな？愉快し11、大砲2。はい。愉快し11、大砲2。大砲。マグマネンチ。バネ。バネ。鉄のインゴって OK。床石。床石。これか。石材と石炭。うえーい。床石11、大砲2、床用スイッチ1、床用スイッチが1、床用スイッチが1。で、大砲もう一個作っとくか。で、床石ね。オッケーです。一旦ご飯食べて。オッケー。
バカ。買って、この石。あー、OK。1マスでいいよね。で、大砲が OK？ これ？はい。はい。で、床用スイッチが、ここね。うえ。設計図ビルダー。え、これは。うえ。いいじゃん。お、いいじゃん。どんどん破壊されていく。へえ、やるじゃないか、早田ら。私の設計図通りに二連砲台ができてるね。あのスイッチを押せば砲弾が出る。それで魔物を一気に吹っ飛ばすって寸法さ。ん？なんだって？私が兵器に詳しいのが意外だって？ははは、そりゃもっともだ。私は荒くれども従えてるような女だしね。私はもうずいぶん昔にラライっていう発明バカの手伝いをしていてね。ラライ、私の知識は全部そいつの受け売りさ。魔物を倒すために必死に思い出してるだけなんだ。だけどそれにも限界がある。だからハヤドラに助けてもらいたいのさ。私がラライの発明品を思い出す。あんたはそれを形にする手助けをしておくれ。そして、このマイラを支配する溶岩魔人を倒す最強の兵器を発明しよう。あんたと私はパートナーさ。改めてよろしく頼むよ、ハヤドラ。うわぁ、プロポーズされちまった。あ、この地でもプロポーズされちまうんだなぁ。お、戦闘がアメルダになった。戦闘のあれね。じゃあ、行くか、アメルダ。あれ、ここじゃね？あの、建設予定地。こっち側じゃね？なんかそれっぽくない？ん？ラライ辰巳バカは、どこにいるのかだって？ラライは、もうこの世にはいないよ。ずいぶん前に殺されちまったからね。で、ハヤドラ。無駄話なんかしてる場合じゃなさそうだよ。城から逃げ出した、私を狙って、魔物たちが、ここに攻め込もうとしているらしいんだ。さあ、ハヤドラ。魔物どもと戦う準備はいいかい？おう。ハヤドラ、もう聞いてるだろうけど、魔物の中にフレームがいたら用心しな。私たちが今持ってる武器じゃ、フレームは倒せない。いいかい？フレームを操ってる魔導士を狙うんだよ。オッケー。しゃあ。秘密兵器の設置場所。やっぱここなんだね。あ、やっぱこっち側から来るんじゃん。おい、ふざけんじゃないわよ。ああ。なんだか死にそうな予感。なんだか死にそうな予感です。あぶね。今完全に死ぬとこだったぜ。あれ？あれ？おいおいおい。あいつ戦ってね。あいつ。誰だ？ガキグゲゴ。だった気がする。ガキグゲゴ。ガロン。フレーム軍団が襲ってきた。刃の鎧。めっちゃ強いじゃん。あ、これがいい。フレーム軍団が あいつらに行ってるところで、僕は魔導士を倒す。あいつは邪魔だから。よし、行くぜ。ぶっ倒してやんよ。
任せとけ。はい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 、ナイスおとり、グッジョブ。あ、姉子、え、まだあんの、まだあんのまだあるんだったらあるって言ってくれよ。姉子に構ってる場合じゃねえわそれ。このジャンプ切りがさ、実はいいんじゃないかって思ってるんだけど。お、こいつ誰だ。やったわね。ギゼル、ギゼル、ギエル誰だっけ。もう何も覚えてねえ。ベイパーだけ覚えてる。は？強すぎ？は？誰だね君は。あ、やばいって、お前はここで暴れちゃいけないやつだろ。100億万パーセントさ。本体砲使おうぜ。本体砲使おうぜ。ここだろ。お前はここで、ぼーっとしといてくれ。行くぜ！行くぞ、ぞーい。あ、なんか当たってる。え、51ぐらい食らった？うい！うへへへ！姉子役に立ってるよ、姉子。え、てかこの砲台さ、追尾性能あるんだけど。左のやつもさ、右に曲がってるわ。はい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 。いやー、これ強いな。これ、四方に配置したいね。はいはいはい。はい。ナイスですね。赤。ういー。ういー。じゃあね、なんだお前は。じゃあ今回はね、この辺で終わろうか、セルショ。はい、では今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はやドラでした。